英雄か銀行は台湾の台北市中山区に本社のある商業銀行である。2006年11月13日に喧嘩銀行と台北国際商業銀行が合併して誕生した銀行であり、英雄豊金融空港の子会社となっている。合併の際には喧嘩銀行が存続銀行となっている。喧嘩銀行は1992年1月28日に 金華新銀行として誕生し、2001年9月28日にだて広市証券と関連会社の金貨新銀証券が合併して、金嘩証券が誕生した。また、金銀行が加わり、金嘩金融空港が同時に誕生して、その際に銀行名も親会社の称号と同一になった。2006年に台北国際商業銀行と合併した際に、親会社の称号が え豊金融空港、同時にえ豊商業銀行となる。また、県下証券の称号はえ豊金証券となる。旧県下銀行の国内支店網はわずか45店舗であったが、旧台北国際商業銀行の84店舗によって合併後は129店舗を有する銀行として一挙に拡大した。本店は、 旧台北国際商業銀行の本社ビルを使用している。旧県下銀行の本店は旧地分庫となったが、その後は旧東大北館伊型分庫であった場所に移転し、予防分庫となった。旧東大北館伊型分庫は、福林館伊型分庫として、台北市林区中山北路五段620号へ移転した。ありがとうございます。